どうもパジャマはいつもアイアンマンスーツ四つ葉です。さあさあ今日はね、こちら、はい、アイアンジアスですね、はい、電熱グローブの紹介をしていこうと思います。いや早いもんでね、今年も、5作目ですよ。電熱グローブアイアンジアスに至ってはもう3作目となってます。はい、まあ、今日はね、こちらを紹介していこうと思います。まあ電熱グローブね、全部でね、僕10着持ってるんですけども、まあおそらくね、もう今年最後の紹介になると思うんで、電熱グローブね、はい、見てやってください。それでは行きましょう、レッツゴー。さあさあ今日もね、モトブログ撮っていくんですけれども、まあ今日もね、こちらのアイアンジアスまた第3作目ですね、紹介していこうと思います。まあ今年、アイアンジアス、まあ去年と比べてかなりね、グレードアップして、フルリニューアルしてね、なんと4デザインですね、4モデルも出してます。まあ全てスペックはね、一緒なんですけれども、まあそれぞれ形にコンセプトが違うんで、一個ずつ、まあ、紹介していってるわけなんですけども、まあ今回はこういった形で、まあ結構スポーティーで渋いね、電熱グローブになってます。でまあいつも通りね、開封そしてスペックのね、インプレッションを撮ってますんで、まずはね、そちらの VTR をどうぞ。どうも改めまして四つ葉です。さあさあ今日もね、アイアンジアス、電熱グローブ4作品全部で4モデル出てるんですけれども、今日が3つ目ということで、紹介していこうと思います。まあ、今まで紹介したのがまずこちら、はい、エグゼ 01H ですね、はい、まあすごくスポーティーでね、かっこいいモデルになってます。そしてこちら、はい、ジア 10H ですね、はい、まあ動画内でも言ってたんですけども、タクティカルデザインみたいな、ちょっと軍事的なね、すっきりしたデザインになってます。まあこれに関してはバイク使いだけではなく、まあスキー、スノボーとかね、他いろいろ、まあ寒冷地の人だったら雪かきとかね、散歩とか、まあ結構いろんなことに使えるんじゃないかなと思います。はい、そして、今回、3つ目ですね、紹介していこうと思います。それがこちら、はい、こちらに、新しいグローブが入ってます。もう早速ね、開けていきましょう。さあ行くぞ。よいしょ、どんなのを買ったか、はい、まあ前回ね、4パターン写真を載っけたと思うんですけれども、まあどれを僕が今回買ったか、はい、当ててみてください。はい、それでは行きます。3、2、1。はい、こんな感じ。おお、今回あれですね、紙がこっち側回ってないですね。はい、素直に出てきました。よいしょ、こんな感じです。はい、これもかっこいいですね。はい、まあデザイン的にはエグゼの 01H にコンセプトとしてはまあ同じだと思うんですけども、ちょっとね、やっぱりデザインがね、変わってます。はい、じゃあ詳しく比較しながら見ていきましょう。このタグとかもね、はい、取って、今回型番がジア 13H ですね。はい、まあまず外観の特徴ですね。ナックルガードがついてます。まあ、カーボン調っていうか、カーボン柄なのかカーボンなのか、二つ独立してるような感じですね。こう。で、エアインテークがこうありますね。前後。はい、ありまして。そしてフィンガープロテクターですね。あれあれあれ？このフィンガープロテクター見たことあるぞ、なんか。うん、あるある、これね、完全にこれだわ。はい、インプレスの今年のモデルですね、新型のモデル、よく見てください。こっちがインプレス、こっちがアイアンジアスの3つ目のモデルですね。はい、激似、まあ同じところが作っとるんじゃないかっていうぐらい激似です。でもちょっとね、よく見ると、うん、ちょっと違うんですよね。
もうほんまにちょっとですね。これちょっと面白いな。 OEM かなんかわからないんですけど、非常に近いものがあります。あとナックルガードのこの周りの革の使い方とか、似とる。で、ここに、ベロベロがついてますね。はい。で、ウンプレスもここにベロベロがついてます。ウンプレスはこちらの方ですね。ナックルガード二重構造になってますが、アイアンジアスはエアロ代わりですかね。ここ別にスリットが入ってるわけじゃないんですけど、エアロガードみたいな形でついてます。はい。これはまあメーカー独特っていうか考え方の違いでしょうか。はい。面白いね。で、バンドの方はマジックテープになってますよという形ですね。まあ似たようなモデルで、こちらのエグゼ 01H はナイロンバンドでクイックリリースになってます。はい。それがマジックテープですね。で対応してます。はい。で、手のひら側はこちらのエグゼ 01H と、一緒ですね。滑り止めがついてて、ちゃんとパームガードがついてます。パームガードのカラーの違いだけですね。形は一緒です。はい。面白いな。で、レンチですね。レンチの入れ口は手首側ですね。手首の下ですね。手のひら側にあります。はい。こんな感じですね。で、ジャックが入ってるという形になってます。こんな感じね。はい。あとはこちらの方にワイパーですねがついてます。これが本体の特徴になってます。はい。さあ行くぞ。次に付属品ですね。まあ構成自体は一緒だと思います。はい。取扱説明書ですね。まあちゃんと日本語対応になってます。はい。そしてよいしょ。いつも通り AC アダプターですね。ジャックはこんな感じ、一緒ですね。はい。コネクターも同じです。はい。そして、電池の方ですね。 2500mAh のバッテリーが入ってます。はい。薄さはこんな感じ。もう3作品全部同じですね。はい。共通のものが入ってます。はい。はい。以上が付属品となってます。はい。じゃあもう早速ね、こちらの方バッテリーをはめ込んでつけてみましょう。バッテリーをスッと挿して、そして収納してチャックを閉める。ではめてみます。ほう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 。なるほどな。そうですね。まあ付け心地っていうか、やっぱりエグゼ 01H と似てます。こっちもちょっと付けときます。はい。バッテリーもこっち入ってますんで、窮屈さは一緒です。はい。エグゼ 01H とジア 13H 両方付けてみました。コンセプトが一緒なだけあって、まあ握り心地もほぼほぼ一緒かな。うん。一緒のような感じですね。軽さ自体も、一緒です。グリップを握ろうとしたらこんな感じですけど、まあ一緒ですね。はい。力の入り方とか、うん。特にストレスもなく。指の開き具合、これも共通ですね。まあ十分かなっていう感じです。まあちょっと僕は指が長いんでね。股の部分がちょっと突っかえて、すごくマックスで開くっていうわけじゃないんですけど、まあ十分ですね。ライディングに支障はないです。うん、いいんじゃないですか？ちなみに、これ、内装ね、3M の審査レートが入ってます。接触音感っていうんですかね。つけてるだけでもあったかいんで、まあ寒い冬でも耐えれるんじゃないかなと思います。はい。じゃあね、もうサクサクっと電源を入れてね、温まりの状況を見てみましょう。もう今まで通りカーボンナノチューブが入ってて、早いはずです。はい。じゃあ、行ってみましょう。せーの。ポチ。ついた。どうかな？あ、来ましたね、もう。はい、加熱が始まりまして、こうだな、まあ、立ち上がりは早いですよ。早いです。で、じわっと来てますんで、あ、もうだいぶ適温ですよ。はい。まあだいたい3秒ぐらいで立ち上がり始めて、10秒ぐらいでもう適温になってきてます。はい。あとは
軌道はマックスなんで60度まで、上がっていきます。はい、さあ行くぞ。まあ早いですよ、やっぱりさすがカーボンナノチューブですね。はい、これもいいです。電熱のスペックなんですけれども、温度の段階が4段階ですね。はい、これはもう全部共通です。いきます、赤ですね。はい、最大の赤から紫、そしてグリーン、緑ですね、そして白ですね。こちらの4段階になってます。毎回言ってますけれども、赤、紫、緑、白とね、だんだん温度設定が下がるようになってます。で、あともう一回押せば赤色にループですね。で、長押しで切ってあげる。はい、こんな感じですね。はい、電熱性能はもう間違いないですね。はい、手の甲をじわーっと温めてくれて、まあ外からでも非常に暖かいです。いかがだったでしょうか。結構ね、これはね、まあ、タイプ的にはもう非常にこちらエグゼ 01H とよく似てるんで、こちらのジア 13H ですか。まあデザインとしてはまあ非常に似たような感じですし、使い心地、握り心地もほぼほぼ一緒だったんで、こちらの方デザインカラーで選んでもいいかなと思います。はい、フルカウル、フルフェアリングのバイクに似合いそうなデザインと、フルカウルバイクでも似合いそうですし、ネイキッドとか中年のバイクでも似合いそうなデザインと、まあいろいろコンセプトに合わせて、自分のバイクに合わせて、選んでもいいかなと思います。はい、じゃあね、今からこちらジア 13H を使って試乗インプレッションですね、撮っていこうと思います。まあ疲労感はどうだですとか、まあ最近本当に寒くなってきてるんで、電熱性能、そして保温性とかですね、でどうか見ていこうかなと思います。それでは試乗インプレッションいってみましょう。レッツゴー。さあさあ、いかがだったでしょうか。まあ非常にね、めちゃくちゃかっこいいデザインになってると思います。特にこのカーボン柄のね、エアインテークですか、結構僕はお気に入りですかね。なんかツアラーっていうような感じのモデルかな、言ってみれば。はい、でまあもうお値段先に言っておきますけど、すごく手頃なね、価格になってます。まあ、バッテリーとかね、全部ついて割引入って1万2000円ぐらいになってますんで、かなりね、お手頃価格なんじゃないかなと思います。まあコストパフォーマンスの、まあ、アイアンジアスっていうことでね。でまあアイアンジアスさんが、まあ、GRS って言って、グローバルリサイクルドスタンダードをね認証取得してて、こういったグローブ一つ作るにしても、まあ回収したペットボトルを洗浄、そして細かくチップ状にして一度繊維に戻して、でこういったグローブに成形するっていうね、リサイクル方式をやってるんで、まあ、最新のものを安く提供していただいてます。やっぱり消費者っていうか使用者にとってはすごく助かりますよね。でまあこれからね、まあ2時間ぐらいの旅になるかな、まあ、2、3時間、はい、まあ岡山市内までね、ちょっと走る用事があるんで、まあこの道中ね、いろいろ乗り味とか疲労感とか確認しながらやっていこうと思います。それでは2、3時間超えワープ。さあ行くぞ。気持ちいいな。さあさあ、まあ約1時間ぐらいかな、走ってみたんですけど、早速ねこちらのアイアンジアスの電熱グローブ3モデル目総括やっていこうかなと思います。まあ、まず電熱性能に関してはもう何度も言いますけども、カーボンナックルガードじゃないわ、カーボンナノチューブカーボンナノチューブなんで、間違いないです。まあずっとレベル1でね走ってまして、まあじんわりこう温めてくれてるような感じ。まあ電熱性能っていうか、まあ温感性能なんですけど、この 3M の審査レートが入ってるんで、もう多分ねこういう日中とか電源入れなくても十分あったかいんですよ、このグローブ自体が。だからあのレベル1でもちょっと暑いな思いながら今日走ってますから、いらんもんじゃねえかなっていうぐらいグローブ自体があったかいです。ほんまにね、
まあ、冬とかでもね、岡山の日中だったらもう電熱いらんのじゃないかなっていうぐらい、もともとの素材 3M の審査レート自体が優秀なんで、もう間違いないです。はい。で、つけ心地っていうか、まあ握り心地もいいですし、つけた感じの違和感もないですしね。1時間半ぐらいか、走ってみて、でもう新品の感じじゃなく手に馴染んだ感じなんで、まあかなりマテリアル自体はスポーツタイプに作られてる割には馴染みやすいというか、柔らかいというかね、疲労感って言ったらもう全然ないですよ。意外とね、これも指がめっちゃ開くんだ、これ。多分だから一作目のやつもね、ちょっと言い過ぎたんかもわからん。指開くもん、これ、同じような感じだったのに。悪く言い過ぎだったのかもわからない。だから、全モデル、懸念することはないんじゃないかなと思います。2作目がめっちゃいいってね、付け心地っていうか、操作性、言ってましたけど、1作目もね全然いいと思いますよ、この調子だったら。だから僕は今回初めてですよ、1社ワンブランドで、3つも試したっていうのはね、同じ年式っていうかデザインが3つに分かれてるやつ。まあお金はかかりましたけど、すごく勉強になりましたね。うん、デザインによってやっぱりコンセプトが違ったりしてね。ちゃんと考えて作っとんやなっていうのが分かります。いやでもね、本当に楽しかったね。長い道のりっていうか、まあ今年電熱グローブ5つもね紹介したわけなんですけども、まあどれも結構コーツつけがたい。だってもうアイアンジーアスって去年ほんま、今がいいから言いますけど、ほんまにアイアンジーアス去年はクソボロだったんですよ。それが1年でね、カーボンナノチューブ搭載してデザイン4パターンも出してね、いやそれはね、いいもの出しますよね。ほんま、これは売れるぞっていう自信作をもとに今年は出してると思うんで、いや今年のアイアンジーアスはめっちゃ良かったと思います。さあ、行くぞ。で、デメリットは特にないです。まあデザイン3つあるから、それを選ぶのをどうしようかな、どうしようかなっていうね、まあ楽しい悩みがあるっていうのがデメリットかな。1つだけだったらね、まあ何も考えずにポンとこうポチッと変えますけど、まあ3パターンもあったらあれもいいな、これもいいなってなるんで、そう、まあそのちょっと迷う選択肢があるっていうのが、まあデメリットかな。いい意味で自分に合ったね、乗ってるバイクのデザインに合わせたりとかね、そういう選び方もいいと思います。実用的にはもう僕が紹介した3つとも完璧なんで、ぜひまあデザインで選んでみてもいいんじゃないかなと思います。まあ気になる方は下の概要欄に、まあこちらのリンクと、あとまあ他に紹介した全部で4つの商品リンクを載しておきます。あと3つ試してるんで、この動画を中心にあと残り2つのね紹介動画もリンクで貼り付けておくんで、まあ一度ショップの方でちょっと見てもらって、でどんな感じだったんだろうかって動画を見ていただいて、確認していただいてから購入されるのもいいと思います。はい、ということで今回はアイアンジーアスジア 13H の紹介をさせてもらいました。まあこれからどん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 冬深まっていって、まあ路面凍結とか、起こりやすい、転びやすい季節になってくるんで、皆さんも事故には気をつけてね、バイク楽しんでください。はい、それじゃあ皆さんまた会いましょう。バイバイ、四つ葉でした。うわ、わだち、わだちめっちゃ怖い、わだちがめっちゃ怖い、わだちバカよね。 Check it out.